い、皆さんこんにちは。酒魚チャンネルです。今回飲んでいくお酒はこちら。はい、こちらのお酒ですね。これいただき物なので、どういうお酒か全然全く知らないんですけど、なんかフランクミュラーって書いてあったりするんですよね。フランクミュラーとなんかコラボしたお酒なのかわかんないですけど、マツルの大吟醸酒、山田錦が 100%。 米麹とこちら醸造用アルコールが入っているので、まあ純米ってついてないので大吟醸っていうお酒ですね。結構華やかなフルーティーなお酒で飲みやすいんじゃないかなっていう、まあ、勝手に予想してるんですけど、まあ、今回もこれに合うおつまみを作って食べていきたいと思います。ということで、とりあえずもさえびを準備しました。これも本当に今が旬のエビで、結構すぐ腐っちゃうんで県内でしかなかなか食べることができないエビで、もさえびって言うんですけど、それを殻を抜いて背わた取っただけです。それを今日は贅沢にしゃぶしゃぶして食べていきたいと思います。で、タレはね、どうしようかな。レモン醤油、レモンが4の醤油が6、はい、はい、あとポン酢かな。ポン酢ってことかな。早速飲んでいきたいと思います。大吟醸酒、粘度も傾けて戻す、粘度が高くないし、それはサラッとしてる。香りもめちゃくちゃ強いわけではないです。いただきます。あー、なるほど、なるほど、なるほど、そういうお酒ですか。飲みやすさで言えば、もう水です。ほぼ水、水ぐらい飲みやすい。スルッてゴクゴク飲めちゃいますね。若干香りも良い。はい、もさえびThank you.
れはうまいわ。レモン醤油強くて、本当に美味しいお酒は美味しいし、ワインみたいに飲めるお酒もあるんで、なんかぜひね、もっと日本酒を飲む人が増えたらいいなと思っておりますね。何の食事とも合うし、和食洋食、あとは中華でもあるので、なんかいろんな、ね、合わせ方もあると思うし、そうやって日本酒に親近感をね抱いてもらいたいな。良いね。はい、ということでこんな感じで、エビしゃぶって結構本当に、なんだろうな、日本酒飲む時以外でも多分美味しく食べれる料理だし、そう、本当にエビも今日もね、これぐらいの量で多分700円ぐらいだったんで、結構まあ安い食べれるし、まあ一人にしては多いんですけどね、まあ、2人とか3人ぐらいで食べるのはちょうどいい量ぐらい。普通に野菜とか入れても多分美味しいし、僕この後多分中華麺を入れて締めとして食べようかなと思ってるんで、そうやって締めも食べれるし、寒い季節には鍋のついでにエビしゃぶみたいなこともね、いいかもしれない。本当にエビをしゃぶしゃぶするなんてなかなかね、それこそなんか伊勢エビのしゃぶしゃぶとかはあるかもしれない。しゃぶを家でするのもなかったんですけど、意外と安く済んじゃうので簡単だし、ぜひね、お酒飲む飲まない別にして一度やっていただけたらなと思います。うん、美味しい。失礼しました。はい、というような形で今日は食事の途中でございますが、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。